よし、着いた着いた、着きました。ここが宗谷本線の終点といいますか、まあ本当はこっちが始まりなんですけども、宗谷本線の始点、旭川です。随分都会的なイメージ、北海道の2番目の街、札幌が200万都市で、旭川は人口37万だったかな、1位と2位の差が随分大きいんですけども、ともかくここが2番です。今まで通ってきたところとは違いまして、ここは都会です。ここですね、あの電気が通ってます。まあ、あんまり説明しなかったんですけど、これまで乗ってきた列車はですね、電車ではなくディーゼルで走るやつだったんですが、この旭川から札幌方面に関しては電気も通っています。今日のね、昼間の動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、あの旭川のちょっと北のピップを目的地としますと言ったのに、ピップを通り過ぎてもうこの旭川に来ました。それはあの宿泊の関係で、あのピップに泊まるとですね、300円ぐらい泊まると安いからそこで寝るんですが、そこからさらに25分南下しますとこの旭川に来られまして、あの夕飯とか食べるんだったらばこっちの方が向いているんです。だから一旦こっちまで来て、また後で、ご飯食べたりとかいろいろなことをしたら戻ります。北海道の地名は札幌でも稚内でもそうですが、まあ、大体はアイヌ語のもともと使われていた地名を無理やり日本の漢字で当てたもの。しかし旭川はどうもそうではないようですね。これ朝日という字は普通に東から昇ってくるあの朝の日差し、朝日を指すわけでして、これはどうも日本の名前のように思います。なんでこういう日本的な名前になったのか。もともとはね、ここ中別という名前だったらしいんですけれども、中別というのは、中堅八校の中に、別というのはあの、分かれるの別ですが、あのこれはですね、アイヌ語でもともとの意味に翻訳をすると東の川というふうになったんだそうです。東とかそれから太陽とかそういった意味があるそうでして、これはまさに日の本の国、大日本帝国の名前にふさわしいということですね。あの縁起のよろしいアイヌ語だということから元々の意味に置き換えまして、そして旭川になったのだそうです。今日はちょうど夏祭り、人がいっぱいいると本当に安心します。オノップ内とかもう一っ子一人いなかったですからね。熊の方が多いんじゃないかと思われるぐらいですが、多分人間の方が多いと思います。この流れに逆行して歩くこと、だいたい5分かな。これは有名です。旭川ラーメン、売光軒。知ってる人も多いんじゃないですかね。第1回ラーメン大賞最優秀。あ、そうなんですか。まあ、ともかく美味しいですよ。そして学生割引もあります。学生ラーメン600円。それはね、塩か、もしくは、醤油から選べる、味噌はできないんですが。そしてまたあの学生ラーメンにすると2枚入ってるチャーシューが1枚に減るんです。まあでも600円。あそこはね、豚肉とかチャーシューとかね、それからあの鶏ガラっていうのかな、そういうのは全部なんか北海道産にこだわってるそうでして、まあ、そのおかげかは知りませんか。あと麺がしっかりしてるからか、まあ、ともかく美味しかったですね。あのこう深みがあってっていう言い方は最近よくしますけど、美味しかったですが、しかしあの720円に使いすぎましたね。ちょっとこう計算してみたら、あと1240円しか今日使えないんですよ。宿泊費、風呂もちょっと入りたいです、風呂、それを全部込みで1240円、ちょっと信じられないような数値になってきてますが、なんとかします。ただ、明日の朝のですね、食事もちょっと買っておきたいと思います。多分あの明日も予算的に厳しくなると思われますので、今のうちに安い食べ物を調達しておくのが、望ましいのです。この後ろにですね、旭川においてあの貧乏旅行における非常に強い味方、まあ、いくつかあるんですが、その中の一つイオンモールがありまして、この中で食料品がだんだんですね、安くなってお弁当半額とかに夜遅い時間などになるんですよ。ところが今の時間は、18時39分、まだちょっと半額とかになる局面ではないのかなと思います。だからまず一別して下見、それで値段がまだ下がりきっていないようであれば、あっちのスターバックスに入っているので Wi-Fi を使ってあの仕事っていうかあの動画を、ね、あの送らなきゃいけないのがありますので、それを使ってデータを送信、まあ、それでお金かかっちゃうのはしょうがない。でそれで、安くなったところでまたあそこで買ったものをあのこう安くなると、そういうことですね。聞いてくださいよ、あの予想通り実際 50% 引きはですね、大量に実施されまして、弁当とか惣菜とかね、何でも半額になりました。だから大量に買ってきて、明日の夕方ぐらいまで全部ずっとそれでやろうと思ったんですけど、よく考えたら半額弁当ってのはそもそも消費期限が近づくから半額になるわけでして、で前ねあのそれここで大量にあの買って消費期限過ぎてもあの今日中に食べなきゃいけないんですけど、それを明日の、夕方ぐらいまで食べ続けるみたいなことは前やってたんですけど、それはあの春のまだ初めぐらいのめちゃくちゃ寒い時期だったからよかったんですが、まあ、今の時期でちょっとそれやると8月の2日食中毒が怖い、だからやめて明日の朝ぐらいまでのものを買うにとどめることにしたんですね。で、お惣菜 全品というかお惣菜半額セールみたいなすごいいいやつをやり始めたんですよ。で、まずこれが筑前煮ですけども、あの半額で、409円が半額になって189円、税込み204円かな、まあ、バランスよくこれいいな。でもう1個はですね、あの焼き鳥を買うことにしました。あのタンパク質ね、でお惣菜全部半額みたいなことを書いてあったんで、あお惣菜半額セールかやったと思って焼き鳥買ったらですね、半額にならなかったんですね。なんだよと、
ひどいじゃないかと思う。これ焼き鳥って総菜だろうと思うんですけど、あの量り売りのやつありますね。こうなんか重さでこう測って、あの何グラムだから、グラムあたりいくらなので、このあなたのお会計いくらみたいなやつあるじゃないですか。そういうやつがあのパックに詰められて半額で売られているのであって、焼き鳥は半額の対象じゃなかったんですよ。だからね、まあ、192円、そんなすごい致命的な高いものではないんですけど、でも、まあ、あの焼き鳥の豚の串がね3本で、192円、半額だと思ったから買ったのに、そうじゃなかったら他のもっと安いもの買えたんですけどね。まあ別にこのイオンにはねいつも半額セールで相当お世話になってますんで、あの文句は言いませんけど、焼き鳥は焼き鳥は総菜だと思うんだけどな。もうくよくよしている場合ではなく、ピップに行く、快速列車名寄の7号の出発まであと4分です。地震事故の影響でダイヤが乱れていて、宗谷本線にも波及しています。だからもう発車時刻は過ぎてるんですが、列車まだ出ないようです。この時間は混むからか列車も2両に増やしてくれています。助かります。夜はやっぱり旭川からピップ、長山、それから名寄に帰る人もいるのかな。名寄は遠いと思いますけどね。そんな人で車内はなかなか賑わっています。特に若い、まだ免許を取っていない高校生くらいのお客が多いようです。揺られること20分、目的の駅ピップに着きました。列車が随分大きく見えるかもしれないんですが、あの東京とかよりもねホームが結構低いんですね。だから下から列車を見上げるような目線になっています。さっきも言ったかもしれませんが、ここには1泊300円で泊まれる場所があります。といっても宿泊施設というわけでは確かないんじゃなかったかな。公民館はですね、この時期夏の、こういう観光客が多くなるとき限定で開放しているというやり方です。特に布団などはついていません。と言ってもね、私もそういうのがあるらしいということは聞いてるんですけれど、泊まったことはないので、ちょっと買ってもあまりわからないんですよね。ブンブンハウスという名前らしいです。ライダーハウスって結構連泊とかしてる人いるんですけど、ここはね3連泊以上は禁止とか書いてあったな。そういう方が私としてはありがたいですね。私あんまり同じところに留まるような旅行はしませんので、連泊 OK だとね、昨日も話したと思うんですけど、あの主みたいな人がいて、そこで延々とねあの話され続けてね、私は自分の仕事しなきゃいけないのに、やる時間がなくなったりとかですね、まあ、それからやっぱそういう人っていろんなところで厄介なことをねすることがあるんで、そういうことをなりにくいようにという配慮のために連泊防止になってるんだと思います。そうじゃないと済んじゃうんですよね。ピップ駅はなんか新しくしたんですね。宗谷線の駅にしてはかなり綺麗です。で、なんかこんな、おもはやしとかね、きくらげあんかけ丼とかいろいろ書いてあります。いくら丼900円。ここはあれなんですね、こういう喫茶店的な食事のできるスペースもあるみたいですが、11時半からって書いてありました。前に旭川行った時はね、1泊1600円とかで泊まれる学割ホテル、オスパーコート宮前っていうところに行ったんですが、今の時期はね、そこも3800円ぐらい、やっぱりどうしても高くなっちゃいます。これじゃないな、これか。あ、ピップ駅の目の前にあるということは、結構いい施設ですね。ピップ町地域ふれあい館ブンブンハウスと看板が立っています。でね、どっかカンパ協力金みたいなところ300円払うところがあって、そこでお金入れると、まあ、あとは使っていいですよということになっているそうです。でシャワーとかコインランドリーなんかもついているとネットには書いてありました。はあ、駅の目の前ってのが助かるな。二輪車での旅行者専用休憩施設です。四輪車の方は利用ご遠慮願います。いいんですよね、ゼロ輪車の場合はね。ダメとは書いてないからいいだろうと思うんですけど、四輪車つまり車が邪魔だからってことでしょ。コンセントもあるし、 Wi-Fi みたいなのもあるし、シャワーも100円で利用できます。親切な方にいろいろと教えていただき助かりました。
で、これなんですけど、私の洗濯物です。一応ね、洗濯はしないと皆さんの迷惑に匂いとかがなるかなと思いますんで、ジャブジャブ洗ったんですが、これをどこで干すかですね。まあ、乾燥機みたいなのもあるようでしたが、ちょっとね、それはで、またあそこの中に置くよりも多分外に干した方が乾きやすいし、ここに木がありますからね、この木に干しときゃいいでしょう。まあこれでいいでしょうね。消灯は21時30分だそうで、もう間もなくです。その後は入れなくなるってことはないと思うんですけどね、多分一晩中出入りはできると思うんですが、宗谷本線の列車もまだこの時間であればあるはずです。だってさっき私が乗った列車のね、5分前に稚内行きの最終の特急が出ていったぐらいですから。で、最後に今日の、予算がどうなったかなんですけども、確か5円の黒字ギリギリ、お金はちょっとだけ残りましたが、でも宿泊費300円ってなかなかないですからね。今日ここもうバリバリ安いんで、この先どうなるんですかね。宿泊費がなんかね、300円だったらば1000円ぐらいは黒字にならないとちょっと、3万再生では厳しいということですよね。出した翌日に、5万ぐらい再生がいってくれれば、まあとりあえずこのぐらいの旅行であれば続けられるのかなと思うんですけれど、いやー結構前途は暗いですけれども、頑張りますので皆さんもですね、どうか、うちのチャンネルのことを忘れずに再生していただければと思います。私株式経営学部でね、株式会社も経営しているわけですけども、会社の株を買うときにね、ボイスオアエグジットというんですけど、会社の株を持っていると会社の経営に口を出す権利をもらえる。まあ、それはそもそも株主ということなんですけども、ただし実際にはもう会社の株式を買ってですね、この会社の経営ダメだな、お前もっとしっかりやれよっていうんじゃなくて、その会社の、もう株を手放してしまうエグジットという方を、ね、選ぶというのが普通だそうですね、最近ではね。まあ、それ分かるんですけど、で皆さんにはですね、エグジットよりはボイスということで、スーツさんこの動画面白くないからもうちょっとこういう風にしてくださいよみたいなことを言ってくれたら、私もしっかりと聞き入れますんでね、よろしくお願いいたします。宗谷本線の列車がまたやってくるみたいです。カンカン行ってますね。おお、なんかすごいな、空が明るみを帯びて、結局列車見ることになりましたけどね。へえ、あ、特急かこれ。早い早い早い。おお、これは見てよかった。あれは今から大急ぎ札幌へ帰る最終の特急列車です。では列車の余韻も聞こえてくる頃ですが、ここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。で、翌朝になりました。時刻は今午前5時ですが、起きたのはですね、午前1時25分30分そのぐらいですね。今日はね、1時半起きなんですけど、1時半に起きてなんかしたかったわけじゃないんですが、どんどん気温が下がってきまして、昨日10時に寝たんですよ。で、まあ普通に寝られました。まあ床硬くてもですね、結構畳も張り替えてあってね、いい畳なんですね。そのまんまね、のんびりとこう、過ごしまして、で夜中起きて、まあ、寒くないか気づいたらですね、こう寒くてしょうがない。まあ、とりあえず空いてるところは全部閉めたんですけど、気温はね、どんどん下がりました。まあでも多分十何度とかだと思うんですよ。そんなめちゃくちゃいられないほど寒いわけではないんですが、ちょっとでもやっぱりということですね、まあ、押し入れに入りました。押し入れがあったんですね。で、押し入れの中でこう扉閉めたら、自分の体温で暖かくなるだろうと思って、実際1時間ぐらいしたら、まあ、少しは外と比べれば随分違うみたいな感じだったんですけど、でも、もうちょっと寝られるって感じではなかったですね。でね、ずっと携帯電話でね、2チャンネルとかね、見てたんですけども、それでね、時間も過ぎました。寒い時に寝てしまうとね、体が冷えてる状態で抵抗力が落ちてね、それでなんかこう口呼吸なんかしちゃったりして、喉が痛んで、でそれで風邪ひくっていうことがね、もう私の普段の生活ではしょっちゅうなので、これ絶対寝ちゃいけないなと思って、ね、それで寒い時はもう寝なかったんですよね。
まあ、寝不足にはなってますけれど、今日の夜はゆっくり寝られる予定なんで、まあいいことにします。どうかな、まだちょっとさすがに乾くには早いかな。東京とかと違って、気温も低いですが、湿度は下がってますからね。どうでしょう。シャツ。全然乾いてない。ああ。全く乾いておりません。むしろ濡れてる。どうしよう。とりあえず、でもこんなことやったって焼け石に水だよな。大丈夫だ。万が一のためにバックアップがあった、忘れてた。乾燥機があるんですよ。で、40分100円で回りますんで、まだ朝の5時ですから、もうね、ここにいてもやることないんで、今日は早く出発して、ファーム富田と色彩農家両方見ていこうかなと思うんですけども、とりあえず、これ持ってですね、今から40分回せば、まあ多分ある程度行くところまで行くと思いますんで、乾燥機に突っ込んでぐるぐる回そうと思います。でも朝の5時だからな、まだみんな寝てるからな、5時に乾燥機回したら迷惑か。ホームレスの人がね、テレビに出てて、夜中もう寒くて、寝ることができないから一晩中歩き続けてるって、話はね、本当ですよ。まだ今日はそこまでの寒さではなかったですからね、良かったですけど、でも立ってる方が温度としては楽だったもんな。街の、これが地図なんですが、コンビニとかも近くになくはないんですけれど、でも、歩いて、2キロぐらいかな、片道30分、ちょっと行く気にはならないですね。今ね、こんだけ気温が低いのにね、今日はまた気温が上がりまして、31度だったかな、勘弁してくれよと思いますが、でも仕方ありません。まあ、寒暖の差が激しいし、まあ、布団とかね、普通はあるわけですから、寝袋とか持ってりゃ快適、もう十分すごい快適に過ごせますよ。私はね、寝袋も持たずに、こういうところに泊まるってのは本来おかしいんですけど、もう荷物を減らすために、ね、そういうのもこう使わず、寝袋持って歩くぐらいだったら、睡眠時間3時間でいいかなとか、まあ、そんな感じでした。10時に寝て、1時半ぐらいに起きてしまうまではとりあえずぐっすり眠れましたんでね。あとここですけど、二輪車での旅行者専用って書いてありましたが、当客も OK、鉄道も OK ということです。ただ自動車がダメだということなんですね。ここの注意書きに書いてありました。もうね、でも6時回るとみんな活動の時間全然回しても問題ありません。もうすっかり乾きましたが、まだちょっと残っててもったいないので、徹底的に、意味もないんですけど火を通し続けることにします。でも電気がもったいないか。洗濯もできて体もさっぱり、今日はよく晴れています。いやいいですね。ちょっと暑くなりそうですけど、本日の工程も楽しみです。じゃあこの動画はここまで。協力金がね300円ということでしたが、こういう施設長らくずっとね存続してほしいと思いますんで、1300円入れてきましたけど、その追加の1000円の分につきましては、そこにはね入れてませんのでね、よろしくお願いします。お金の計算には入れておりません。ただ協力金ということなので、一応ね利用料金は無料ってことになってるらしいんです。だから300円は払わなきゃ絶対いけないってものではないんですけど、まあ、皆さんね300円からちゃんとお支払いになってるようですね。過去台帳に書くことがありましたんでね。